タコマパークはアメリカ合衆国メリーランド州中央部、モンゴメリー郡南部に位置する都市である。ワシントン DC の郊外地であり、ワシントン大都市圏に属している。1883年に設立され、1890年には法人化された。非公式にアザレア都市と呼ばれ、アメリカ合衆国の樹木の都市、かつ比較地帯にある。ベッドタウンとして計画された。 郊外町であり、歴史ある、ボルチモアハイオ鉄道のメトロポリタン支線沿い、ワシントン DC の北東に位置し、ワシントン DC のタコマ地区に隣接している。選挙で選ばれる、市長、及び6人の委員による、市政委員会によって収められ、指名された市マネジャーが、日々の管理を行う、市政委員会、マネジャー方式の政府を採用している。2010年国勢調査で、 の人人口は万人だったタコマパークの住人は16歳になった時に市政選挙で投票できる。市の選挙で選挙年齢を16歳と17歳まで拡張したことではアメリカ合衆国で最初の都市になった。タコマパークは1883年にベンジャミン・フランクリン・ギルバートが設立した。 最初期の計画された、ビクトリア洋式ベッドタウン郊外町であり、ワシントン DC のタコマ地区にある、ボルチモアハイオ鉄道の駅を中心にしていた。温泉とトロリーパークという二つの性格を持っていた。タコマという名称は、西立種族インディアンの言語である、ラシュートシード語でもともとレイニアさんの名称であり、雪で覆われた山を意味していた。発音は TQB だった。 設立者、ギルバートの意思に応えて、1883年に、ワシントン DC の住民ワイダ・サミーが、タコマという名前を選んだ。サミーはその言葉が、高く上がるあるいは、天国に近いという意味だと信じていた。ギルバートが最初に土地を購入したのは1884年、春、GC グラマーの土地100エーカーを購入した時だった。この土地は、ロバーツ・チョイスと呼ばれた。 この土地は、鉄道駅の両側にあり、西は、現在の六番通り、南は、アスペン通り、東は、ウィローアベニュー、北は、タコマアベニューにおおよそ囲まれていた。当時、この土地の多くは深い森に覆われており、区画を引いて通りや住宅用の土地を作るために、その森が切り開かれた。設立時の区画は、大半が50フィート X200 フィートの大きさだった。 一栄川あたり327ドルから653ドルで売られた。1885年8月までにタコマパークには約100人の人々が住んでおり、その中には夏の間のみの住人や一年中高級的に住んでいる住人もいた。ギルバート自身は石の基礎のある木製家屋に住んでおり、20の部屋と高さ65フィートの塔があった。 ギルバートは1886年に別の区画を購入した。その土地は大まかにキャロルアベニューからビッグスプリングまで現在のウッドランドアベニューとなっているところに囲まれていた。ギルバートはその土地をニューテコマと名付けた。その後にはジョーンズ農園とノートン農園を購入し合わせてノーステコマと名付けた。さらにフランシス・ピー・ブレア、リチャード・ビール、 リックス一家からも土地を購入した。ギルバートはタコマパークに多くの家を建てるために建築業者のフレット・イー・ダドリーを雇った。ダドリーが建てた家の一軒がキャディリーの家であり、現在もパイニーブランチ道路とイースタンアベニューの角に建っている。ダドリーの息子ウェントワースがタコマパークで生まれた最初の子供だった。 1888年までに町には75件の家屋が建てられ、1年後の1889年には235件まで増えていた。1889年、ギルバートはスリーゴクリークに沿った土地数エーカーをボストンの医者の R.C. フラワーから購入した。これはその土地にサナトリウムを建てるためだった。この時点でタコマパークは、 広さ1500エーカーになっていた。当初の家屋それぞれの上渡証所には、その土地でアルコールを作ったり販売したりすることを禁じており、その決まりごとは1983年まで続いていた。タコマパークは1890年4月3日に町として法人化された。町で最初の選挙は八百九十年五月五日に行われ、ギルバートが初代町長となり、 J. バンス・ルイス、ジョージ・ H. ベリー、ダニエル・スミス、フレデリック・ J. ラングの4人が調整委員に選ばれた。通りの多くは当初、アベニューと呼ばれていた。コロンビア特別区のコミッショナーが特別区全体にまたがる通りの命名体系を決め、特別区側にある通りは通りと名付けられ、それ以外はそれまでの名前を残した。タコマ特別区のその他の通りは完全に解明された。 サスケハナアベニューがウィッティア通りとなった。タホー通りはアスペン通りと改名された。ユマティラ通りもアスペン通りとなった。バーミリオン通りはシーダー通りとなった。ボバッシュ通りはダリア通りに変えられた。アスピンはエルダー通りになった。マグノリア通りはイースタンアベニューになった。タコマパークセブンスデーアドベンチスト教会1904年、セブンスデーアドベンチスト教会が タコマパークのキャロルアベニュー、ローレルアベニュー、ウィローアベニューに沿った土地エ a カーを購入した。その土地はコロンビア特別区との境界に接するメリーランド地区の両側にあった。用途は教会、事務所ビル、印刷所、教会の顕著な会員のための住居がいいとされていた。1903年、ミシガン州バトルクリークにあった教会本部の印刷所が焼けてしまった後で、 その本部をワシントン地域に移転させることを決めた。教会は、より都会的な場所に移動すれば、南部州における教会の存在感を増すことになる、適切な場所になるということで、この場所を決めた。教会は、タコマパークのスリゴクリーク沿いの土地50エーカーを購入し、新しい本部を建設した。この土地は、ワシントンの中心街からは遠く、 現在のスプリングパークにあった自然の泉から精神な水が得られた。それから長い間、タコマパークはセブンスデーアドベンチスト教会の世界本部として機能していたが、1989年に北のシルバースプリングに移転した。1964年、週刊高速道路 70S 号線、別名のオスセントラルフリーウェイの延伸部である首都圏内、 ベルトウェイは、オプション11号鉄道スリゴ東と呼ばれるルートを通るように提案された。これは、ボルチモアアンドハイオ鉄道に平行に4分の1マイル進むものであり、471軒の家を移転させる細長い土地であり、市内を2つに分割するはずだった。九百六十年代の半ばから後半、後の市長で公民権運動活動家のサムアボットがこの道路の 建設を差し止め、元鉄道駅のあった場所にメトロレール線とともに移すよう運動し、他の地区の集団とも協力して、ワシントン DC に出入りする、さらに幅広い自動車専用道の体系計画を止めるよう働いた。この議論は1960年代後半と1970年代に、首都の外閣で地域や全国の政治活動で注目されるようになったときに、 タコマパークの知名度を上げた。新聞の論説員はタコマパーク人民共和国あるいは東のバークレーと表現していた。タコマパークの古い街の多くがタコマパーク歴史地区に取り込まれ、1976年にはアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。1995年以前タコマパーク市の東側協会は、 プリンス・ジョージズ軍の中にあったので、町は二つの軍にまたがり、また、コロンビア特別区のタコマにも入っていた。タコマパークは、メリーランド州に数年間ロビー活動を行い、軍社会の移動を働きかけた。州は、最終的にこの変更に同意し、軍をまたぐ、自治体は、今後認められないという規定も加えられた。新しい市社会は、その選んだ軍の中に永遠に、とどまることになった。 1995年8月、この法の成立後、ニューハンプシャー・アベニューより北にある、プリンス・ジョージズ軍内の山地区住民に、タコマ・パーク市への併合を望むか否かを、住民投票で問うた。結果は、投票総数304票のうちの賛成票211票という、多数で、市への併合が認められた。1995年11月、州が行った、住民投票で、 プリンス・ジョージズ軍内のタコマ・パーク氏の部分がモンゴメリー軍に併合されるべきか、その他を問うた。その結果は、モンゴメリー軍の中で全種が統合されることが認められた。1997年7月1日、両軍の軍政委員会やメリーランド衆議会によるその後の承認を経て、軍査会はタコマ・パーク氏がモンゴメリー軍内に含められるよう動かされた。この手続きは、 ユニフィケーションと呼ばれるようになった。1990年代と2000年代初期、市はかなりのジェントリフィケーションを経験し、アパートを含む多くの集合住宅が一世帯住宅に戻された。この動きはメリーランド首都公園企画委員会の逆戻りによって奨励され、実質的に散りばめられていた多世帯住宅を排除し、一世帯用と地域を自然体に拡大し、 住民が市に独自の企画局を設けるよう要求することになった。市民の大多数は賃借人であり、その多くはスリゴクリークを囲む高層中層のアパートに住んでいる。スリゴクリークは街の中に深い溝を作っている。タコマパーク市は大西洋中部滝線の園にあり、給料が多く、多くの狭く格子上に配列された通りがある。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は2.09平方マイルであり、このうち陸地2.08平方マイル、水域は0.01平方マイルで、水域率は4.78%である。スリゴクリークとロングブランチが市内を流れている。スリゴクリーク公園と、長さ9マイルのスリゴクリークトレールが地域を2分している。メインストリート、キャロルアベニュー、 および主要修道である4 1 5号線、東西ハイウェイは、市域内に入ると2車線に狭くなる。タコマパークは広大な高期林間が多い、条例で保護されている。タコマパーク市は北西を主要な都心部である、シルバースプリング中心街に接し、北は、モンゴメリーカレッジのキャンパスと、フラワーアベニューとパイニーブランチ道路沿いに、住宅、アパートと小さな店舗のある、 イーストシルバースプリングに接し、北東はユニバーシティ大通り沿いにアパートとショッピング街のあるラングレーパークと接している。南東はプリンスジョージズ郡内のチラムであり、南西は修道のニューハンプシャーアベニューとワシントン DC のタコマである。コロンビア特別区との境になるイースタンアベニューで仕切られている。イースタンアベニューとキャロルアベニューの角が古い商業地区の中心である。 その他に、町の中心となるのは、キャロルアベニューと修道4 1 5号線の角であり、地域の地理重心である、タコマジャンクションがある。ここには、市の大きな食品生協がある。ラングレーパークのタコマラングレー交差点と、フラワーショッピング地区は、どちらも多くの移民が所有する施設がある。タコマパークの市の中心は、メープルアベニューと修道4 1 5号線の角にある。 ワシントンアドベンチスト大学がキャロルアベニューとフラワーアベニューの角にある。2013年時点でタコマパーク市の人口は17,721人と推計された。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。タコマパーク市の2014年包括的財務報告書によれば、 市内の主要雇用主は次の通りである。ウォードシンクレアプラザのタコマパーク時計タコマパークは様々な文化行事で知られており、特にタコマパークフォークフェスティバルは大西洋岸中部地域全体から監修を呼んでいる。タコマパークフォークフェスティバルは市内で毎年開催される音楽祭である。元市長で 公民権運動活動家だったサムアボットが始めた1978年から続いている。世界中のミュージシャンによるコンサートを開催する他に、幅広い民族料理や工作物で文化の多様性を祝ってもいる。この祭りでは、地元や全国的なアーティストが、ブルース、クレズマー、ブルーグラス、ケルト、ヒップホップ、伝統的なダンス音楽など、 世界中の幅広いジャンルの音楽を演奏する。伝統的、また前衛的フォーク音楽に特化した演奏者もいる。音楽やダンスに加えて、世界中のストーリーテラーも参加する。タコマパークは、全国的に知られた、ブルースのレーベルである、タコマレコードがあることでも知られている。これは、ブルースギター奏者のジョン・フェイヒーが始めたものであり、他の地元音楽関係団体と共にしよう。 フォークミュージシャンにとっての安息書として広めさせたものである。メアリー・チャピン、カー・アペンター、スリーゴ・クリークの作曲者、アルペット・ウェイなど、地元や全国のアーティストがタコマ・パークとその周辺を本拠地にしている。ルート・ボーイ・スリムとゴール・ギホーンはタコマ・パークの出身である。その他の年中行事として、カウンター・カルチャーのタコマ・パーク・ストリート祭、タコマ・ジャズ・フェスト、 タコマパーク独立映画祭、タコマパーク独立記念日パレードがある。特に独立記念日パレードは、都市圏全体の住民や、近隣の政治家が参加している。このパレードには、地球規模の幅広い文化を表す、民族音楽一座、近隣の芸能集団、LGBT や、フェアトレードを支持する団体が参加し、タコマパークの社会運動に対する、歴史的評価を反映している。 中心街に直結するワシントン DC のタコマには大型のアートスタジオで、元は印刷所だった A サロンビルがあり、ワシントンオペラのバックステージやリハーサルセンターになっている。タコマ劇場とフラワー劇場という二つの自立型劇場が街の両端にある。リズラーマンのダンスイクスチェンジやハウス・オブ・ミュージカル・トラディションが設立した芸能協会である。 インスティチュート・オブ・ミュージカル・トラディションも市内にある。ワシントン地域で顕著な演劇の工業種である。カイネティック・アーティストリーも市内にある。タコマ歴史博物館は、地元歴史協会が建設中である。タコマシアター・コンサーバンシーは500席のタコマ劇場を、多目的のものに改修しようとしている組織である。フェデラル・コミュニケーションズ・コミッションは、 ヒストリックタコマインクにタコマラジオを建設する許可を出した。この地域を限られたラジオ局は2016年半ばにワード LP943MHz FM 局として放送を開始する予定である。タコマパークにはキャットマンやモーターキャット、ロスコーザルースター、バンジョーマン、フォックスマン、地元の動物の権利活動家や市の道具図書館設立者など、 街の価値観と文化の感覚に貢献してきた様々な性格の人々がいる。年間を通じてファーマーズマーケットが開催され、地元の産物や家畜の肉を販売するファーマーズマーケットも2つある。アングラ映画の制作者、ニック・ゼットはタコマパークで育ち、最初の映画を作った。タコマパークの元は公開堂だったサム・アボット市民センターはコミュニティ劇場を呼び、 ギャラリーとして改築された。タコマパーク市役所、市民センター、タコマパークメリーランド図書館を含む市民センターは2003年から2007年にコミュニティセンターに拡張された。タコマパークで育った NBA バスケットボール選手、スティーブ・フランシスからロビー活動があった後、市内の青年スポーツリーグから体育館が要請されたが、資金のめどが立たなかった。その後、 小さなフェンスで囲われたバスケットボールコートがコミュニティセンターの隣に作られた。2010年、セブンスデーアドベンチスト協会がワシントンアドベンチスト病院を街の中心から近くのシルバースプリングの外郭部に移転させる許可を得た。この時、やはり地域内にあった国際本部とアドベンチストボンと健康食品店も共に移すことになった。その後に、 軍の役人が市の急峻な丘の側面にある市の消防署を近づける、あるいは移転する動きが続いた。その後の議論のために、市政委員会は古い病院の施設をヘルスキャンパスとして残す運動を行った。病院は一世紀以上にわたって運営されており、教会がミシガン州バトルクリークから移ってきた直後にすり後、クリークを見下ろすワシントンサナトリウムとして設立された。 役人は同じキャンパスに大学を保持することに成功し、ワシントン・アドベンチスト大学と改名された。1970年代、市ではシルバースプリングの中心街に隣接する大型の古い家があるノースタコマの歴史地区にキャンパスがあったモンゴメリー・カレッジを拡張あるいは移転させる計画について議論があった。この議論は軍が現在のキャンパスを保存し、 ボルチモアハイオ鉄道をまたぐ橋を建設することで、シルバースプリングの中心街の方向に拡張することに合意して、解決されることになった。タコマパークシルバースプリングキャンパスと改名され、医療、看護及び芸術に特化することになった。拡張されたキャンパスには、サウスシルバースプリングにある新しい芸術センターがあり、3つの街の境界線が交わる場所に近い。 ワシントンアドベンチスト病院は今後5年以内に別の場所に移転することになる。タコマパークシルバースプリング食品生協はワシントン地域で最大の食品生協である。2000年代の後半、ワシントン DC タコマにあるウォルターリード陸軍医療センターの閉鎖とベセズダ海軍医療センターにその機能を移すことについて地域と全国の議論が起こった。タコマパークサッカークラブは タコマパーク地域の多くの少年サッカーチームを応援している。タプックユナイテッドはプロのブラジル人コーチマニルトン・サントスが指導している。このチームは成功したチームとしてタピオカ・ユナイテッドというニックネームももらった。タコマパークコミュニティセンタータコマパークの有権者とその選出した役人はそのリベラルとリベラルサ派の価値観で知られており、それがいくつか市民法の法制化につながった。 例えば、その自治体選挙で非アメリカ合衆国市民が投票することを認めており、投票権を付与する年齢を16歳まで下げた。市は法によってビルマ政府と商業的関係がある主体と取引を行うことを禁じてもいる。ただし、アメリカ合衆国最高裁判所がマサチューセッツ州の同様な法を違法とした後で、その規定の執行は2000年に差し止められた。 2007年時点で自由ビルマ委員会は活動していない。2008年、シフォアグラに反対する決議を全会一致で承認した。タコマパークはカリフォルニア州バークレーオハイオ州クリーブランドハイツ、ウィスコンシン州マディソン、アラスカ州ホーマーの各市とともに、比較地帯として知られている。比較地帯委員会が活動しており、各武装廃棄を提唱し、 死に推薦を得させる信託を受けている。従業員は核兵器の部品生産に関わった会社から物品を購入することを禁じられている。死と契約のある会社は核兵器、またはその部品の開発、研究、製造、維持、保管、あるいは廃棄に関わっていないという構成証書に署名を求められる。これに該当したものは過去にあった。 アメリカ合衆国政府のために核兵器のプログラムを制作していた会社であるヒューレット・パッカード社が作ったコンピュータを含む図書館システムを購入していた会社が該当することになった。タコマパークは樹木の都市と認証されており、住民がその敷地にある直径8インチ以上の木を切る時は市の樹木学者から許可を得なければならない。これは 市の大半の土地を覆う植林された後期の森を保護することに貢献しており、衛星写真でも見ることができる。タコマパークは独自の警察、公共事業部、住宅部、図書館、レクリエーション部で認証を受けている。昔から独自の消防団と市民図書館を運営してきた。2007年まで市は道具図書館も運営してきた。 独自のコンポストリサイクルプログラムやコーンを燃やす、ストーブのためのサイロの運営を続けている。ワシントン DC の外側では最も都会化した地域の一つとして、細長い区画に細長い家屋を密に開発してきており、ブロックの中央部の開発があり、多くのアパートが1989年に認められないとした、郊外地区割法の下で、もはや認められないアパートと家屋の混合がある。 消防署とその他公共施設の開発と再建は大いに議論のあるものであり、そのような施設は自動車が近づきやすい外角に近づけ移動させるべきという意見もある。タコマパークは一人の市長と6つの区の代表である市政委員6人で構成する市政委員会が統治している。現市長はブルース・ウィリアムズである。これまでの歴代市長と その在任期間は以下の通りだった。1991年11月5日の住民投票でタコマパーク試験賞を改定し、非アメリカ合衆国市民が市の選挙で投票できるようにした。賛成1199票、反対1107票だった。2005年の選挙では市の選挙での即時決選投票の制度を 死門住民投票で84%が承認した。2006年、市政委員会は即時決戦投票の制度を取り込む主権省の改定を行った。この制度を選んだことで、カリフォルニア州、サンフランシスコやミシガン州ファーンデールなど、まだ少数団が増えつつある国内自治体の仲間入りをした。2009年の選挙では、高額読み取り式投票機を利用した。 これは国内の公共選挙で使われたオープンソースのものとしては最初のものであり徹底した検証可能性を持ったシステムを使った最初の例となった2013年タコマパーク氏は17歳と16歳に選挙権を認めたことで国内初の都市となった2013年の選挙では重罪確定犯人の仮釈放と保護観察者に 権利を与えることについても投票が行われ、承認された。タコマパークのメトロレール駅が古い中心街地域の中心にある。キャロル通り北西の外れにあり、オールドタコマ地域のメインストリート、ワシントン DC の側では、宗教から2ブロック続く。この駅は、ワシントンメトロレールの体系の中で、中央事業地区にはない駅の中では、歩行者利用率の高さを誇る駅である。 ニューハンプシャーアベニューは、市域内を通る唯一の6車線道路であり、ワシントン DC の中心部まで続き、市の東へ抜ける道路として使われている。その他の主要道路は、市域内で2車線と狭くなる。修道40号線、イーストエーストハイウェイがその一つである。パイニーブランチ道路は、交通静音化の結果として、市域内では4車線から2車線に減る。 ワシントン DC に入る主要道はジョージアアベニューであり、シルバースプリング中心街を通る主要ターンパイクである。ブレア道路は2車線の道路だが、南に向かう6車線のノースキャピトル通りのなる。ユニバーシティ大通りは郊外ショッピング街の道路であり、地域を回って北東に向かう。キャロルアベニューはワシントンベルトウェイ。 週刊高速道路95号線インターチェンジの2マイル手前で終わる。延長9マイルのスリゴクリークトレールは主に自転車や歩行者のレクリエーション用に使われている。レールトゥトレールコンサーバンシーがワシントン DC におけるレールトレールであるメトロポリタンシセントレールの建設推進を講演している。これはワシントンメトロのレッドラインに並行し、 ワシントンユニオン駅とシルバースプリング、ベセスダを延長12マイルのキャピタルクレセントトレールでつなぎ、自転車通勤に使うことを目指している。公立学校タコマパーク市の公共教育は、モンゴメリー郡公共教育学区が管轄している。小学校市内にある、小学校は次のものがある。タコマパーク住人の大半は、タコマパーク小学校とパイニーブランチ小学校の校区に入っている。 スリゴクリーク小学校の校区にはタコマパークに住む児童生徒が入っていない。この小学校ではくじ引きによりモンゴメリーす全ての家庭にフランス語集中家庭を教えている。中学校市内にある中学校は次のものがある。高校市域すべてがモンゴメリーブレア高校の校区に入っている。タコマアカデミーは私立高校でありタコマパーク市内にあり、 アドベンチスト教育体系に属している。ダウンカウンティコンソーシアムがあり、生徒はケネディ高校、ノースウッド高校、アインシュタイン高校、ホイートン高校の4校のうち1つに入学する、機会が与えられる。ありがとうございます。